さあ始まりました、勝手に WJBL ニュース。今回は2021-2022 W リーグレギュラーシーズンの第3週の結果などを見ていきたいと思います。この週から昨シーズンのチャンピオンのトヨタ自動車がついに登場し、全チームが開幕を迎えました。開幕から激しい戦いが繰り広げられ、昨シーズンとは違う戦いを披露してくれているチームもあります。第3週も各会場で激しい戦いが繰り広げられ、見どころの多い週となりました。それでは今回も始めたいと思います。まず試合の結果を見ていきたいと思います。レギュラーシーズン第3週の1試合目の結果は次の通りです。アランマーレ対日立ハイテクの初戦は、第1クォーターにリードした日立ハイテクがその後もリードを広げていき、44対92で日立ハイテクが勝利、開幕3連勝としました。トヨタ自動車対山梨の初戦は、第1クォーターに大きくリードしたトヨタ自動車がその後もリードを広げていき、91対48でトヨタ自動車が勝利、トヨタ自動車は開幕白星スタートです。新潟対三菱電機の初戦は、第1クォーターにリードした三菱電機がリードを広げていき、57対100で三菱電機が勝利、三菱電機は連敗ストップです。トヨタ紡織対デンソーの初戦は、デンソーが第1クォーター大きくリードするも、第2クォーターにトヨタ紡織が逆転するなど接戦になり、前半は同点。後半も接戦で展開していきましたが、第4クォーターに逆転したデンソーがリードを広げていき、70対81でデンソーが勝利、デンソーが開幕3連勝。一方、トヨタ紡織は連勝ストップです。エネオス対東京羽田の初戦は、第1クォーターにリードしたエネオスがリードを広げ、東京羽田も粘りますが、85対68でエネオスが勝利、エネオスが開幕3連勝としました。富士通対シャンソンの初戦は、第1クォーターシャンソンがリードし、その後もリードし展開しますが、徐々に富士通ペースになり、第3クォーターに逆転。シーソーゲームの第4クォーターでしたが、終盤の連続得点でリードした富士通が74対68で勝利、富士通が開幕3連勝としました。第3週の初戦は、唯一開幕していなかったトヨタ自動車が山梨を寄せ付けず快勝。全体を見ても昨シーズンの上位チームが結果としては勝利を収める結果となりましたが、トヨタ紡織対デンソー、富士通対シャンソン戦は激しい試合展開となりましたし、昨シーズンとは違うことを改めて感じさせる初戦となったと思います。それではレギュラーシーズン第3週の2戦目の結果を見ていきたいと思います。アランマーレ対日立ハイテクの対戦は、アランマーレがリードしてスタートしましたが、第2クォーターに日立ハイテクがリードすると、その後もリードした日立ハイテクが59対84で勝利、日立ハイテクが開幕4連勝としました。トヨタ自動車対山梨の対戦は、第1クォーターからリードしたトヨタ自動車がその後もリードを広げていき、93対44でトヨタ自動車が勝利、トヨタ自動車が開幕2連勝としました。新潟対三菱電機の対戦は、第1クォーターにリードした三菱電機がその後もリードを広げていき、43対75で三菱電機が勝利、三菱電機がこのカード2連勝としました。トヨタ紡織対デンソーの対戦は、第1クォーターはトヨタ紡織がリードしますが、第2クォーターにデンソーが逆転、リードをしたデンソーが粘るトヨタ紡織を振り切って72対82でデンソーが勝利、デンソーは開幕4連勝としました。エネオス対東京羽田の対戦は、第1クォーターにリードしたエネオスがリードして展開、第4クォーターに東京羽田の猛追に遭いましたが、その反撃を振り切って77対61でエネオスが勝利、エネオスが開幕4連勝としました。富士通対シャンソンの対戦は、富士通が初戦から修正して第1クォーターリード、しかし第2クォーターシャンソンが追い上げ接戦の展開に、接戦で第4クォーターも展開しましたが、試合終盤同点から一気に突き放した富士通が75対66で勝利、富士通が開幕4連勝としました。第3週の2戦目は、結果としては初戦を勝利したチームが連勝する形になりました。アランマーレはまだ勝利できていませんが、開幕から得点が40点台で得点面が課題でもありましたが、この2戦目は60点近く取れたということで、少しずつではありますが階段は上がっていると思います。トヨタ自動車は貫禄の2連勝といった形でスタートを切り、
連敗スタートだった三菱電機は勝敗を五分に戻しました。デンソーはリバウンドで圧倒し連勝。エニオスも連勝しましたが、状態はまだまだだと思います。それでも少しずつ良くなっている印象で、次戦以降に期待といったところだと思います。注目の対戦となった富士通対シャンソンは、富士通が接戦で勝ち切る強さを見せました。シャンソンは連敗を喫しましたが、開幕カードから確実に修正し、状態を上げてきていると思います。ということで、レギュラーシーズン第3週はこのような結果でした。それでは第3週終了時点での順位表を見ていきます。1位は開幕4連勝の日立アイテク、2位も同じく開幕4連勝のアイシン、3位も同じく開幕4連勝のデンソー、4位も同じく開幕4連勝の富士通、5位も同じく開幕4連勝のエネオス、6位は2勝2敗の三菱電機、7位は同じく2勝2敗のトヨタ紡織、8位は6敗の新潟、9位は開幕2連勝のトヨタ自動車、10位は4敗のシャンソン、11位も4敗の東京羽田、12位も4敗の山梨、13位も4敗のアランマーレとなっています。ということで順位表を見ていきました。第3週はルーキーがデビューを果たす週ともなりました。三菱電機は高卒ルーキーの稲田選手、松川選手、大崎選手がダブルリーグデビューを果たし、稲田選手、大崎選手は得点も記録。また一色の経歴といえる新潟の山田選手はダブルリーグ初得点をマーク。マネージャーとしてではなく選手としてこの舞台に帰ってきた山田選手の今後の活躍も期待です。トヨタ自動車の平野選手も初得点を記録し、短い時間でもらしさを出していたと思います。そして第3週注目の対戦カードだったトヨタ紡織対デンソーのカリアダービーは、デンソーが2連勝。初戦はデンソー2年目の高橋選手の活躍が素晴らしく、安定してプレーしてくれたことで、デンソーは勝負どころでリードを奪うことができたと思います。デンソーは全体的にディフェンスが固く、相手のらしさを消していたと思います。2戦目はリバウンドで圧倒し、相手のファールトラブルをうまくついて有利に進め、勝利を収めたと思います。一方トヨタ紡織は初戦出花をくじかれたものの、悪くはない試合展開で進み、接戦で展開するも勝負どころで相手が1枚上手で敗戦。2戦目も敗れ、このカード2連敗としましたが、相手のディフェンスに苦しめられ、2戦目は特にリバウンドでトータルがトヨタ紡織が19に対し、デンソーが40と圧倒される形となり、課題が残りました。ただ佐坂選手、高橋選手の2年目コンビが開幕カードに引き続きいい活躍をしていて、次戦以降も期待が持てそうです。ただ、佐坂選手は以前からファールがかさむ傾向があるので、そこは注意したいところだと思います。もう一つの注目の対戦カードの富士通対シャンソンは、初戦はシャンソンがいいスタートを切りましたが、徐々に富士通ペースになる展開、結果としては富士通が勝利しましたが、苦しんだ勝利だったと思います。シャンソンとしては結果としてフリースローを含むミスが痛かったですが、開幕カードでらしさが出ていなかった吉田選手に本来のプレーが出てきていましたし、若いチームにとってこの経験は間違いなくプラスになると思います。2戦目はシャンソンに移籍の大沼選手が持ち味の3ポイントでいいつなぎ役をして、終盤まで接戦の展開でしたが、最後は富士通に敗れる形となりました。敗れはしたものの、確実に状態を上げてきていると思うので、次戦以降に期待といったところだと思います。ダブルリーグも開幕し、いよいよといったところですが、アランマーレは怪我人が多く厳しいスタートですし、新潟も中村選手が第2週に負傷していますし、第3週もデンソーの本川選手や新潟の北川選手、中山選手が怪我で試合を離れるシーンがあるなど、心配されるシーンがありました。各チーム故障者が出ていますが、コンディション不良の選手も含めて一日も早い回復を願っています。それでは第3週の個人的に印象に残った選手、勝手に MIP を発表したいと思います。第3週の勝手に MIP はデンソーの高田真希選手です。高田選手は開幕連勝同士の対戦で注目された今回のトヨタ紡織戦で、さすがのパフォーマンスを発揮。初戦は約25分の出場で23得点の活躍、2戦目はさらに数字を伸ばし、圧巻の31得点、17リバウンドを記録。
チームの連勝に大きく貢献しました。チームの大黒柱という言葉がこれほど合う選手がいるのかというくらいの存在で、攻守で素晴らしかったです。チームとしては高田選手のいない時間帯といる時間帯では全く別のチームと言っていいほど、その存在感は別格だと思います。伝送としては高田選手がいない時間帯が課題でもあるんですが、伝送を間違いなく今後も引っ張っていく存在ですし、チームの好スタートの中心に間違いなく高田選手の存在があります。目標達成に導けるのか、今後の活躍に注目です。ということで、第3週の勝手に MIP は、伝送の高田選手を選びました。それでは第4週の対戦カードを見ていきたいと思います。このようになっています。第4週くらいから調子の上がっていないチームは、そろそろ上げていきたいところですし、コンディション不良で出れていなかった選手も復帰してくるチームもあると思うので、また違った戦いを見せてくれるかもしれません。第4週もぜひ注目してみてください。それでは今回はこの辺りで終わろうと思います。動画を見ていただきありがとうございました。次回以降の勝手に WJBL ニュースもよろしくお願いします。